それでは菊花賞ですね、パート1からまずご紹介させていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、では先週の秋華賞同様ですね、パート1ということで、まずは過去5年、過去のですね菊花賞のレースから振り返っていただきたいのですが、よろしいでしょうか。はい、菊花賞はやはり京都の 3000m ということで、当然のように、はい、その長距離適性っていうのがまず求められるというところですね。長距離の適性ですね。はい、あとその長距離の適性の中で本当に適性があってきたのか、それとも適性がなくても来てしまったのかみたいなところで見たときに、はい、過去の菊花賞を見ると、昨年のエピファネイアですね。はい、エピファネイアですね。はい、はい、とか、そのゴールドシップ、この馬に関しては長距離適性があるかないかというと、おそらくないっていうところだと思います。オルフェーベル、これは長距離の馬だと思いますね。オルフェーベルは天皇賞で1回こけたりはしましたけども、長距離適性自体はあると思うんですが、ゴールドシップは実際菊花賞勝ってから長距離のレースはほとんど、その阪神大賞典は来てますけども、天皇賞でもこけてますし、ジャパンカップ、早い上がりというところもありますけども、長距離適性はないのかなと思っていました。そうなんですね。はい、あとは4年前ビッグウィークという馬勝った、もう印象に残ってる方も少ないぐらいの馬だと思うんですが、確かにそうですね。あの後1回も勝てなかったですからね。そうなんですよ、この馬のように、例えばその前の年スリーローレスとかですね、オーケンブルースリー、またデルタブルース、ダッツザプレンティなど、この馬は G1 勝つんだ、菊花賞馬なんだぐらいの馬って結構いませんか、こうやって振り返ってみると。そうですね、確かにそれ以降に何か活躍したという馬が、少ないイメージもありますよね。そうなんですよ。なので、なんちゃって長距離といいますか、本当にその 3000m の適性が求められて勝った菊花賞の年と、はい、混戦ムードの中でなんとなくこう勝ってしまって穴が開いたというパターンに分けられるので、はい、まずそういったところで、今年の菊花賞がどっちに該当するかというところの見方がまず一つ必要だと思います。なるほど。そのやはりその年ごとによってそういったパターンが変わってくるわけですね。そうですね、メンバーを見て後世に残るような、この後も活躍しそうな馬がいるかいないかっていうところと、いなそうであれば本当にその何が勝ってもおかしくないっていうふうなところで見たときに、今年はどうかっていう見方が必要だと思うんですよ。なるほど。ということは、その本当に歴史的な名馬の年に当たっていると、すごい、そのなんて言いますか、後世まで、名前が残るような馬が勝つわけですね。そうですね、はい、そういったところが一つ菊花賞の特徴だと思います。で、二つ目なんですけれども、はい、これ今回も非常に大きなポイントになるのでよく聞いてほしいんですけども、上がりの時計ですね。京都の馬場というのは時計が早い時と時計がかかる時と両極端な競馬場だという特徴があります。そうなんですね。そうなんです。でですね、たっと、はい、そのえ去年は去年勝った時は不良馬場だった。その前の時ゴールドシップが勝った時のゴールドシップの上がりの時計は、35秒9で上がってます。35秒9。はい、でその前の年のビッグウィークは34秒4なんですね。34秒4。はい、で2着のローズキングダムも33秒9、その前のビートブラック3着が、34秒4ということで、この年は非常に上がりの時計が速いですね。そうですね、長距離を走った馬で34秒あるいは33秒台ということは相当速いですね。そうなんですよ。でその前の年の1着スリーロールスが35秒2、はい、その前の年のオーケンブルースリーは34秒8ですね。2着フローテーションが34秒6、これも34秒台ということで、はい、割り早いかなと思います。そうですね、はい、でその前の年の浅草キングスなんですけども、これが35秒8ですね。その前の年にソン・オブ・ウィンドという馬がレコードで勝ったレース覚えてますか。名将サムソンが三冠をかけた年だったと思いますね。そうなんです。よく気づいてくれました。今名将サムソンの話出そうと思っていたんですけども、この年ですね、はい、ソン・オブ・ウィンドがレコードタイムで勝ったんですけども、上がりがなんと33秒5と、はあ、非常に速
早いタイムなんですね。で名称サムソン自体は34秒9で1番人気を裏切って4着ということで、まあ、ご存知の方多いと思うんですけど、名称サムソンという馬は早い上がりに弱いというふうな特徴があった馬でした。そうですね、はい、なので今回、まあ、そのこのソングオブウィンドが勝った時、もうちょっと振り返ってみますか、まあ、ディープインパクトが勝った時、ディープは33秒で上がってますね、まあ、これちょっともう別格なので、はい、またちょっとお話がおかしくなってくるんですけども、はい、でその前の年ですね、ディープの前、その前が、デルタブルースが35秒7の上がりで勝ってますね。あ、デルタブルース、はい、はい、なので今ちょっとあのお話ししてみてまとめますと、はい、34秒台の上がりで勝つような、はい、馬が出るような時の菊花賞と、はい、35秒台もしくはそれ以降の時計で、勝ち馬が出る時の菊花賞という、まあ、2種類がありまして、それがその年どっちの速い上がりのレースになるかっていうのが馬を選ぶときに非常に大きなポイントになりますよ。なるほど、これはなかなか気づきにくいポイントですね。そうなんですよ。というのもですね、まああの秋華賞の動画見ていただいてるかと思うんですけども、本命対抗バッチリ的中というふうなところで、はい、そうですね、逆にしては、まあ、すいません、どうせ言っちゃいました、何でしたっけ、1着は湘南パンドラですね、これが本命でして、で、ね、そして、はい、まあ、体調面不安のあるレヌボレクルトを対抗ということで打っていただいた状態ですね、はい、ということで、まあ、あの的中したと思うんですけども、はい、まあ、そこの的中のところもですね、上がりの時計が、湘南パンドラが34秒4の勝ち時計と、上がりの時計が34秒4と、で2着の、はい、ローブ、何でしたっけ、ヌーボレコルトですね、ヌーボレコルトが34秒フラットということで、はい、いずれも、まあ、三歳銀馬にしては非常にこう速い上がりの時計、また京都の芝馬場が速い上がりというふうなところが非常にこう大きな特徴として今週出ていましたので、はい、今週末の菊花賞もですね、この速い上がりという馬場になることが想定されています。私の中では、まあ、当然あの天候ということもありますが、天雨が降らなければ速い上がりの決着、速い上がりが求められるということで、はい、この今振り返った菊花賞の過去の歴史の中では速い上がりバージョンの菊花賞のレース傾向に合致するような馬を選ぶというところが一つ大きなポイントになりますね。はい、これは本当に貴重なポイントですね、教えていただいてありがとうございます。はい、はい、ですね、まあ、ちょっと時間もあれなので、はい、ステップレース2つですね、簡単に振り返ってパート1でいきたいと思っています。あ、はい、かしこまりました。では、ステップレースですね、まず最初に行われましたのが今年は新潟で行われたセントライト記念でした。はい、はい、勝ったのはイスラボニータなのですが、この馬はもう菊花賞には出ないで天皇賞直行ということで、実質2着のトゥザワールドが主力になるかと思いますが、いかがですか。はいはい、そうですね、この馬は2番人気になると思うんですけれども、はい、冒頭で言いましたようにこのレースの今週末のポイントは速い上がりを出せるかどうかっていうところなので、まあ、その例えばセントライト記念、この神戸新聞杯両レースが速い上がりを出して適性がある馬が勝ったのか、それとも速い上がりが生きないレースだったのか、そういうところでまず見る必要がありますね。はい、まあ、そういったところで見たときにこのセントライト記念に関しては、先ほど今話ありましたように、まあ、新潟競馬場で今年行われたということで、はい、速い上がりがまあ想定されるのかなというところだったんですが、はい、イスラボニータ、勝ったイスラボニータ35秒4、2着のトゥザワールドが35秒8ということで、もちろん前目のポジションにつけたというところなんですけれども、はい、あの後ろから来た4着馬ステファノス、13番手から追い込んで非常に速い上がりを、速い差し足を使ってきたんですけども、この馬でさえも、まあ、35秒フラットと、はい、いう時計を聞いた時に、印象としてはどうですか。このレース速い上がりが出たか出ないかっていうとどういう感じしますかね。そうですね、やはり新潟というイメージも含めますと速い上がりではないと思いますね。そうなんですよ、新潟はやはりあの馬場が軽いので、もっと速い上がりのレースになるというレースが、まあ、500万1000万レベルでも33秒台後半、34秒台前半普通に出ますから、はい、
はい、まあ、もちろんそのペースラップっていうのもあるんですけれども、まあ、この年、この時逃げたあのサングラスもそんな速いペースで逃げていたわけではないので、はい、でそういった中での上がりの時計としては非常にこう平凡な時計だったのかなというところですね。やはりそうですね、はい、なので、まあ、このレースに関してはそのまま評価につながらないという見方でいいと思います。ただそのツダワールドがじゃあ例えば2着に来たのでツダワールドの評価を落とすかというとまたそういうことではなくて、ツダワールド自体過去自分の、今までのレース経験の中で速い上がりの適性があったのかどうかというところも当然見ていかなければいけないので、それはまた週末の方に見ていくということになると思いますね。はい、そうしますともう一つですね、その後に行われたのが神戸新聞杯で、これはダービー馬のワンオンリーが勝ったレースでした。こちらはいかがでしょうか。はい、まあ、ワンオンリー非常にこう外からまくっていったレースで勝ち切って、まあ、人気に応えたわけですけども、はい、まあ、35秒1の上がりですね、まあ、35秒1というのもこの、まあ、今日阪神の 2400m 両馬場ということを考えれば上がりの時計としてどうですか。そうですね、阪神の場合はどうしてもやはり時計が少しかかるイメージがありますので、この時計であれば十分9大点ではないかと思われるんですが、はい、まあ、もちろんね、阪神はあの時計がかかるといいますか、最後 200m のところに9打差がありますので、そこで若干そのタイムはもちろんかかってしまうんですけれども、はい、神戸新聞杯に関してはですね、例年はスローペースの中、そして9月の芝というのは非常に阪神の時計は実は早いんですね。あ、なので、はい、毎年毎年神戸新聞杯に関しては実は早い上がり、33秒台後半、34秒台前半、これぐらいの上がりの、レースが多いんですよ。あ、なるほど。ということを考えれば今年のワンドオンリーというのは実は非常にこう時計がかかったのかなというふうな印象を持っていました。まあ、2着 の, そのサウンドオブアースが34秒9の上がり、はい、3着の東方ジャッカルが34秒8の上がりということで、まあ、この3着までが速い上がりというところのレースで決まったんですけれども、はい、まあ、4着に里のアラジンが35秒7、5着がポルシェーブ35秒2ということで、まあ、そこら辺はこう割に時計かかったのかなという感じしますね。上位3頭以上にですけれども、あ、はいはい、なので実は例年ですね、菊花賞、まあ、先ほど言ったその2パターンで行った時に時計がかかるバージョンの菊花賞の時には、はい、この神戸新聞杯で切れ負けしたような馬が上位に来るという穴を開けるということって結構あるんですよ。あ、なるほど。今回で言えば6着 の, そのハニのハイブリッドなんか、まあ、35秒5の上がりなんですけれども、はい、この馬自体もっと速い上がりで上がることができるので、あ、まあ、そういった、はい、速い上がりを持ってるんですが、まあ、その神戸といいますか阪神競馬場で上がりがかかってしまったパターンですね。こういった馬がもう少し速く上がり、34秒台35秒台フラットぐらいで上がって菊花賞で穴を開けるというパターン、はい、こういうパターン の, その神戸新聞杯の馬券圏内に入れずに構想そこそこしてきた4着から7、8着の馬が構想するパターンの菊花賞って あるんですけれども、なるほど。はい、先ほど言ったように今年はそのバージョンにはならないことを私は想定していますので、逆にこの速い上がりを使った馬というのがそのまま速い、上がりが、求められるであろう今年の菊花賞では上位評価をしていかなければいけないのかなという見方をしていますね。あ、ということですと今年の菊花賞についてはやはりその速いパターンでの想定ということで、ここから絞っていった方がいいということなんですね。そうですね、まあ、もちろんね、週末 の, その枠順ですとか天気の模様っていう具合ももちろん考えなければいけませんが、もうこの神戸新聞杯だけでいえばもちろんこの、34秒8の上がりを使った東方ジャッカルっていうのをやはり最も評価しなければいけないのかなというところですね。もう2着のサウンザーオブアウスももちろんですし、まあ、そういった意味で言ったとき、このワードオーリーはもちろんまくったので時計かかるんですけども、35秒1というのは若干いただけないのかなっていう印象は持っていますね。あ、
ということは、まあ、人気通りではなく、そのなんて言いましょうか、こう少し伏兵の台頭もあり得るということですね。ああ、もちろんそうです、そうです。はい、あのワンドオンリーのもう一つこの懸念材料として非常にこう強引なまくりで勝ち切ったというところなんですね、頭さん。そうですよね。あ、そうですね。これ14番手、13番手、そして4番手と来て1着でゴールしてますからね。はい、もちろんあの本番を見据えて後ろから行った時にまくりの競馬に届くかというタイミングを測ったというのはあるんですけれども、はい、これもあの以前から何度か話をしてると思うんですけれども、こういった強引なまくりがハマって勝ったパターン、いわゆるそのハマって勝ったパターンの自走は危険と、はい、いうふうなところで何度かあの私動画でも話をしてきたと思うんですけれども。そうですね、例えば今年ですとあの宝塚記念に出走する時の確かウィンバリエーションでしたですかね。そうですね、その前のレース、まあ、あのまあ、まくりのレースが決まって勝ったので次のレース危険というふうな話があったかと思うんですけども、はい、はい、あのそのパターンに合致しているので、ただこの馬強いっていうのがあるので何ともその言い切ることは難しいんですけども、今言ったようなことでこのワンオンリーは非常にあの危険な要素もあるというところですね。もちろんあの2倍を切るような一番人気になると思いますので、はい、当然のようにあの私はこの馬から本命で、この馬が本命ではないですし、はい、あの他の馬から行くという形になるんですけれども、このまくりぐりの一番人気になってあるワンドオンリーはそういった意味からもちょっと危険だというふうなところの見方もしていますので、あの今週末も楽しみだなという印象を持たせてくれてましたね。はい、ということでぜひ今週もですね、またぜひ週刊賞に続いての、パート2ですね、この結論が楽しみになってまいりましたですね。そうですね、まあ、あの今振り返ったそのセントライト記念神戸新聞杯以外 の、 あの別路線の馬の中でもですね、非常にこう気になる馬が 2,3 といるんですよ。で当然あの人気にもなりませんし、こちらの穴馬も非常にこう楽しみにしてもらえるようなあの説明を今週末にしたいと思っていましたので、はい、ワンドオンリーがあのちょっとクエスチョンマークがつくというふうなところで穴馬をあの一度一度きちんとまた週末ですね説明していきながら皆さんにぜひあの的中馬券をお届けできるようなパート2にしていきたいと思っていましたので、また週末、楽しみにしていただければと思います。はい、では本日は菊花賞パート1を、まず見ていただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。失礼します。失礼いたします。